プラが加盟しちゃったパーフェクトビア。うわーすごいっす。女性の輝く未来を作りたい、アマドネス森脇と申します。よろしくお願いします。怪しいの来たよ。ラバエルさんが選ぶフランチャイズ選手権、よろしくお願いします。いやもう早第2回ということで。そうですね、ご無沙汰しております。どうも久しぶりですこれ、いやこの企画僕大好きなんですよ。いや本当なんかすごい喜んでくれてる感じがして嬉しいです僕いや前回出た社長様方も、いわゆるその後お仕事の話になったり。おお、それで早速今月大阪行きますからね。あ、そうなんですか。あの携帯屋さんとかもそうですし。あ、そうですか。早速。あ、嬉しいですよ。僕としては勉強になるし動画も撮れるし、企業案件ももらえるしってこんなことないですよお金払って出たいですここ僕逆に。もうお金払います。いや、大丈夫今日も社長様が5組ぐらいということで、そうそうたるメンバーが来てますよ今日も。これももともとは、林さんとは交流のある。そうです、社長様、僕のおすすめのフランチャイズ本部の皆さんが集まってます。はい、なるほど、はい、ここでさらにまたそのフランチャイズ広がればいいですもんね。そうです。でしかもね、ラファエルさんのねチャンネル。そうです。声どうしたんですか飲みすぎですよもう何時まで飲んでたの今。風酒焼けじゃない今確かに4時ぐらいまで飲んでたけどすいません。いやこの前楽しかったっすね。ねえ、ほんと、いや酒強いですね。ラファエルさんの方だって僕帰ったのが2時3時で、その後また朝まで飲んでましたもんね。僕はまあ7時ぐらいまで行った気がするんですけどでもラファエルさん後半すごかったもん。テキーラなみなみなんか普通のグラスで止めてんのにさ、何あれ。いやね、楽しくなっちゃったんですよ。本当僕も楽しくなっちゃって、まあ、1杯目は付き合いましたが、2杯目がすみません、ラファさん行ってくださいって言って2杯目から行けなかった。いや楽しくなっちゃいました。またお願いします。それは、ま、ぜひ、はい、その日でまたね仲良くなったね。今日またね、そうですね、連携がね取ると思いますんで取れてますね結構気が合いましたよね。乗れば分かりますよね。分かる分かる、うん、よかったよかったです。今日もおすすめのフランチャイズ持ってきたんで。分かりましたじゃ あの早速、1組目の社長様お入りください。どうぞ。失礼します。すいません。大掛かりやな。おーおーおー、マンションの人に怒られへんかったなんとか大掛かり、すごい。これはどうぞお座りください。すいません、失礼します。まずはじゃ あの自己紹介の方お願いします。はい、お願いします。株式会社パーフェクトビアの藤沼と申します。まあ、大学は東京農業大学の方でビールの香りの研究とかをしていました。前職はあのキリンビールに入ってビールのサーバーのメンテナンスとか新商品の案内とかルート営業をさせてもらっていて、はい、で8年前に独立してパーフェクトビアというブランドを立ち上げて、今ビール専門店を直営が今は3店舗で、はい、FC 店舗が今日で3店舗の経営をしております。これいつからやられてたんですか。一番最初は8年前なんですけど。結構前ですね。そうですね、独立したのは。ただ一度5店舗ぐらい展開して一度全部ちょっと閉じちゃって、で2年前に再開しまして。ビールの香りを専門で研究されてるってすごい。完璧なビールを作られる、パーフェクトビアですから。それで飲めるんですか今ここで。この間飲み会の延長みたいですね。お仕事ですからね。お仕事ですよ。しょうがないからね。仕事ですからね。早速まずはじゃあ試飲させていただくところからでいいですか。はい、お願いします。研究ってこれでもどういうことですか。香りの研究。そうです、私がやってたのは、はい、ホップ由来のビールの香りの研究をしてたので、はい、まあ、ノンアルコールをより、ビールっぽく再現するための研究を札幌ビールさんと共同で。札幌ビールさんと共同で。あ、そうです、共同研究でやっておりました。これノンアルコールなんですか。あ、これはビールですね。これはビールです。やっぱりそのサーバーのメンテナンスとかグラスの状態とかで、はい、やっぱ全然味は変わるらしいんですよ。へえ。それだからもう完璧なビールを作るもうノウハウが蓄積される。すごい、もうかる匂いしかしないですもうかる匂いしかしないですマジで。アサヒビールでもどこどこなんとかでも、まあね、買いたいでしょうねまず。まあそうで、しかも結構令和の虎の中でも、はい、ビールにうるさい人が結構多くて、あの株元さんとかもなんかすごいいいところじゃないとビール飲みたくないと。で桑田さんもなんか行きつけのビール屋があるって言ってたんですよ。そんで試飲したら、はい、みんなうまい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 って言って、なんと、桑田さんが四ツ谷店で加盟しました。もうオープン済みです。令和の虎が加盟しちゃったパーフェクトビア。あの虎たちがうなったってことですね。どうぞ。うわーすごいっす。
これは欲しいぞ。これは今日はあのキリンのハートランドを用意しています。キリンのハートランド、はい、を最高の状態で提供させてもらいます。もともとあるビールってことですね。ビールじゃオリジナルではないと。あ、そうです。今は、はい、そしてまず1回では飲みますか。そうですね、はい、すいません、お疲れ様です。ちょっと僕後ろ向いて飲みます。すいません、失礼します。うん、まっ、うん、まっ。僕ね、実はビールそんなに好きじゃないんですよ。これは飲めますね。あの女性なんか多いんですよ。僕と結構同じで、はい、一口目飲むけどもうこっから飲めへんっていう人多いんですけど、うんうんうん、これ飲めるっすね。いや、そうですね。うまっ。普段のビールが美味しい正しい作り方をされてないからです。はあ、正しい作り方。ビールって本当は生ものなので、そう、品質で味が全然料理と一緒で変わってきちゃいまして、はい、なので9割以上の店は実際劣化した状態でビールが提供されてしまっている現状があって、なのでうちはそれを完璧に品質管理して徹底的にメンテナンスして最高の状態で提供するっていうのを付加価値にしてやってます。これちなみにですか、外で出す、もうこのサイズ感でこれいくらぐらいなんですか。イベントですとそれで700円とかでして、お店ですと一応777円でやってます。お店でもこのサイズですか。もうちょっと大きいかな。お店も同じ量です、はい、12オンスで、はい、これでも実際 FC を加盟したいってなった場合に、その桑田さんもそうですけど、どのぐらいの規模感というか店舗の若干の詳細だけ。うちはあの坪数はすごい小さめでやってて、8から10坪でやっていて、なので開業資金は800から900ぐらいで、だいたい目安はなってます。あ、全部これ導入もして加盟金も入れて、はい、どのぐらい売り上げいくんですか、その行ってる店舗で。まあ、うちの本店は8坪で今477万は売り上げて、7好きですね7好きやな。もし本店がロイヤリティかかってたとしたら、はい、利益いくらぐらい残ります。ロイヤリティかかってるとすると130、140ぐらいです、ね。そんな残るんですか。はい、結構残ります。なんとですね、ビール美味しいか皆さんに通ってもらうためにサブスク会員がありまして、ビールが安くなる会員さんとかが積み上がっていくんです。はー、何それ。ビールの価格を3段階に分けていて、はい、まあ、一般の777円と、はい、LINE 登録すると10%オフで、LINE 登録だけで10%オフ。あ、そうです、はい、で月額制のサブスク会員が2580円で何杯でも半額になるっていう。そんなもう新橋とか潰れますよこれ動画にした日は新橋ごと。それでも採算合うんですね。そうですね、新しいですね。確かにそのサブスクな感じ。そうですね、飲食店ではないですよね。はい、ですごい桑田さんのお店とかも9坪だっけ。すごい、あそこも8坪ですね。それなのですごい、はい、あのおしゃれにできてていい感じなんですよ。イメージですけど、まあ、これ、まあ、700円いくらって時に、まあ、よく飲む人でも、まあ、10杯だとしても中で、まあ、イートインとか そこで飲むんですもんね。あ、そうです、はい。ってなった時にその他にも商品がないとそんなに売り上げいくのかなって心配になったりもするんですけど、ビールだけじゃないですよね。そうですね、料理もちゃんとあって、ビールに漬け込んだ鶏の唐揚げのビアチキっていうのが名物で。客単っていくらぐらいなもんなんですか。客単は3800円です。ある程度回転しないとみたいなところもあるんですかね。そうですね、平日でも 1.5 回転ぐらいで、週末に3回転ぐらいですかね。はあ、これはでも場所とか、かっこいい。あ、見たこれ。あ、ここでやってましたよね、ロケ。そうです、そうです、女性と。はい、そうです、見ていただけましたこちらのお店です。そうです、見た、これ。あのこの前飲みに行った女性いたでしょ。いた、すぐ、あえて名前出したけど、すごい有名なキャバレーおった。めっちゃいい、こういう店好き。結構無限の可能性あるんですよね、これ。メニューライセンス的なことはやってないんですか、ビールだけ。メニューだけは今後はやろうとは思っております。絶対欲しいっすもん、だってこれを。ただ、やるのは8年後とかになっちゃうんですけど。そこ絶対7って言って欲しかった。そういうところですよね、素人の方って。目指してる理念みたいなのあるんですか。はい、まず3年後に日本一のビール屋を目指していて、まあ、店舗数で100店舗をまず目指していて、8年後に300店舗を目指して、そこまでいったらビールメーカーを作ろうと思っていて。あ、そこで初めてオリジナルのビール出すってことですか。そうですね、はい、それまではもう要は既存のところから仕入れ。そうです、
はい、あなるほど。オリジナルもういっても良さそうなんですけどね。そうですね、なんかこだわりが強くて、うん、ちょっと意味不明な本部の社長で僕も困ってるんだ。ややこしい人ですか。ちょっと今日もサプライズゲストとかいきなりついてくるじゃないですか。可愛らしいゲストがおった。可愛らしいゲストが変わったところだった。確かに。確かに。どこや思ってるの。スタジオやぞ俺の。何や思ってるのスタジオ。番組に出てもらってから、はい、何件フランチャイズの契約が増えました？契約は17件増えました。そうなんです。あの、出演したの何ヶ月前でしたっけ？ 2、3ヶ月前ですか。飲食がね、なかなかうまくいかないっていう時代に3ヶ月で17契約。いやでも確かに魅力すごいですよね。だって他でも作れないとかないじゃないですか、はい、しかもなんかその学者というか乗っかってるじゃないですか、もうプロっていうのが、うん、一応ただちょっとずれてると。ちょっとずれてるずれてる。まあ学者ってそういうもんですよ。そうですね。だってこれ他では絶対飲めないですし、大げさ抜きにまた飲みたく多分なります、お酒好きからしたら。ぜひね、あの桑田社長の店行きましょう。四谷なんで。誰とロケしてんのもう。真似される可能性はないんですか。例えばマンモス企業大手がドーンと。そう、どこでもできるはできます。できるはできるけど。できるんだけど、みんなしっかりメンテしないらしいんですよ、サーバーとか。その徹底管理がされないらしいんですよね。僕もあの飲食やってたので、昔働いてた時に、はい、何ヶ月に1回掃除しに来るんですけど、はい、本当はそんなんじゃダメっていうことですよね。そうですよ、本当は毎日。そういうことです。だから当時のサラリーマンの時のあるあるで言うと、できたばっかりのお店のビールはうまい。あるあるがあります。はい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 。でそれ以降も何ヶ月経ったら、そこはビールまずいっていうふうに思ってました。あそれあるやっぱりちゃんとメンテナンスされないとっていうことですぐらいでも出来たてのお店はやっぱうまいですよ、ビール。そうですよね。このサイズ感で出張とかはできないんですね。あできます。出張サービスもやっていて、宅飲みするときにこう来てもらえることあるんですか。はい。え結構行ってます。え宅飲みしましょうよ。ホームパーティーとか、結構社内のパーティーとかに出張して、これでマジでうまいもん普通に、うん、どこでもできるので、これはすごいんじゃないですか。やりたいもん。なるほどなるほど、わかりました。ちょっとじゃあ詳細動画概要に載せてますんで、気になる方はご連絡窓口になってますんで、はい、窓口いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー最高。こんにちは、ラファエルです。私ラファエルがプロデュースする米の禁断少女、カレーパンの FC メニューライセンスを募集しております。詳しくは動画概要欄からお問い合わせください。いやーいいっすね、この企画最高っすね。いろんなビジネスがあるんですよ、本当。だから今度の案件はただリューピーの店に行ってビール飲んでお金もらえるかもしれないです。そんなことあるんすか。あるかもよ。もう俺 YouTuber 辞めるなんですよ。こんな会社さん。この後のお仕事何でしたっけ。宇宙さんとツイスター。最高だよ、ビール飲んで。もうこの後仕事ですから。本当やめてくださいよ、嫁子供いるんですから。嫁子供見てるんですから、やめてくださいよもう。さあ次はどんな案件が来ますかね。あ違う。やらしく趣旨が出てくる。次の案件どうぞ。どうぞ。失礼します。よろしくお願いします。こんにちは。じゃあ、お二人ということで、椅子はもう一つ。あ、僕大丈夫です。ハンバーグつけます。あ、ハンバーグ、はい、用意しますんで。え、どうぞじゃあお座りください。シェフ、シェフ。シェフ、はい、社長とシェフ。はい、花だけの社長と会長みたいな。どういう関係ですか。うちのハンバーグの生みの親でございます。え、どっちにこびればいいんですか。おー、難しい、難しい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相模原を中心に飲食企業を展開しております株式会社グローズバルの吉田と申します。年齢は48歳、今年はうさぎ年なんで飛躍の年にしたいなと思って。お見合いしに来たの。お見合いしに来たの。まあまあダイジェストで言いますと、先ほどのシェフが作ったハンバーグに惚れ込みまして、はい、それを広げたい。ゴーストキッチンの形というかね、デリバリーの形で今全国に何件あるんですか。100店舗でございます。すごいっしょ。だからこの社長があの会長のハンバーグに惚れ込んで、もう全国200件ゴーストではあるんです。でもリアル店舗でももっと増やしたいということで。なるほどなるほど。現在店舗なんて13店舗あります。でも13店舗あるんですね、はい、それはデリバリーよりリアルの方はまだもうちょっとより美味しく食べれますもんね。そうですね、デリバリーだとお弁当になっちゃうんですけども、はい、うちのハンバーグはですね、あのお客様一緒に焼きながら食べるっていう一番美味しい状態で食べてもらう。それでも今日は体験できないんでしょ。さすがにできないでしょ。それがうちのシェフが今日持ってきております。
まさにこの高額すごい特大ハンバーグ教師は、ご家庭でも美味しく食べれる。すごい。ラファールさん、ビール飲んでハンバーグ食って。みたいなツイスト。最後にない。いいな、YouTuber。 いや早速まずは説明聞きながら食べさせていただいてよろしいですか。はい、すみません、よろしくお願いします。いつぐらいからという惚れ込まれて、ハンバーグ店は20年前からあったんですけど、20年前からですか。はい、僕がやらせてくれって言ったのは9年前ですね。はぁ、おー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 、美味しそうだね。これ元々は相模原で、元々はそうですね、はい、今一応相模原名物とろけるハンバーグということで、はい、焼き加減はどうしたの。任せてください。ちょっとお手伝いしてよろしいですか。はい、はい、社長は何をされてるんですか、お仕事は。僕も飲食店、イタリアンとかやっててですね、はい、飲食の先輩だったんです。で、焼肉屋さんでやったハンバーグがあったんですけど、はい、それに惚れと惚れて一緒にハンバーグ屋さんやりましょう。本当美味しすぎて、はい、お客さんが転職したいって言って就職しちゃって店長になっちゃったり、最近も昼なんですね。ね、そうです。あの誰来てくれました、あの芸能人の方々。そこら辺の長田さんとか。美味しすぎて、はい、もうすごい様々な奇跡を起こしてる。1年ちょっと前にニューヨークにもお店出しまして。え、ね、もうすごいじゃないですか。なんか宣伝するフェーズじゃないもういいじゃない、今回これ流さなくて。いいじゃん。夢があるんです。僕はこの僕相模原という、ま、あの地元が大好きで、うん、これ相模原名物とろけるハンバーグなんですけど、これを47都道府県に出したい。あ、そうすると相模原に住んでる子たちがいろんなとこ行っても、ああ、の相模原のとろけるハンバーグだねって、やっぱりプライドになれるかなと思いながら。すごい素敵な。でも実はハンバーグ、実はちょっとしたこだわりがありまして、まあ、あえて他社も言わないですけど、はい、名古屋に僕は日本一じゃないかと思ってるハンバーグがあって、わざわざ名古屋に食べに帰るぐらいのハンバーグ屋さんとか、かちょっとうるさいんで。よかった。ちょっと楽しいですけど、これお客様がやるんですけど、今日は私がやる。本来ならお客様がやると。え、切っちゃうの？とろけるハンバーグ、チーズ入ってるんですか？はい、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 否定の人が早いなと思うじゃないですかと、ワンクッションください。全然素人だね。バーンってなるで。面白いです。なるほど、こうやって自分で。そう、役割やってるんですね。あ、やばい、いい匂いしてきた。やばい。あ、ありがとうございます。これ完成済み。はい。お店で出すときもこのスタイル。このスタイルです。これちなみにおいくらで、お店では。単品で1900円ですね。怖い。はい、プロヤギューと国産牛 100% なんで。へぇー。はい、コスパはすごくいいと思います。でも、コスパいいですね、確かに。はい。あ、結構こだわりのある焼き方は。肉汁がとろけるっていうのもあるんですけど、はい、一番おいしい状態で食べてほしくて、うまみがたっぷり保った状態ですね。オーブンで焼き上げちゃうとうまみが逃げちゃうじゃないですか。はい、今だって瞬間言ってください、ね、ラファールさんが食べる、はい、行くんで確かにこのビールからの流れは最高すぎます。一緒にここお店やってほしいですね。さっきコンパって呼んでくれないかな。これはちなみにですけど、やりながらであれですけど、はい、初期投資はどのぐらいでできるんですか。だいたいうちはのリノベーションって言ってゼロからじゃなくてですね、はい、例えば居抜きでいいんですか。居抜きでいいってことです、はい、で和モダンの店内にしてるので、はい、まあ、例えば元お蕎麦屋さんだったりっていうのを改装して。なるほど、はい、まあ、その形だとだいたい1500万ぐらいで、加盟金込みで1500万ぐらいできてます、はい、これ月でどのぐらいの売り上げというか平均的に。この間岐阜のお店がオープンしたんですけど、はい、そちらは月商1000万でPL ベースでだいたい 20% 200万ぐらい。1000万売れるんですか。1000万売れます。こんなハンバーグで。マジっすか。すごい。もうその1年回収とかですね。そうですね、はい、もう岐阜の半年で回収したと言ってました。飲食店で。それすごい。岐阜もいろいろ有名なお店ありますよ、はい、じゃあこれハンバーグソースつけたら、これちょんちょん、もうこれいきます、これいきます、はい、これいけますね、これいけます、はい、はいはい、じゃあこれちょっといただきます、はい、これ、はい、いきます。まあ、うまい。はい、あざす。うまっ。あざす。なんかもう、もたれない感じですね。そうですね、はい、和牛の油なんで、あのサラサラとして、はい、確かに他と違う、なんかもう、もたれないですね。口に入れた瞬間、旨味が襲いかかってきます。うん、うわ、ほんまにそうですね、はい、あー、いいっすね。嬉しいです。ソースの感じかわかんないですけど、はい、日本独特のその表現で甘みみたいな。まさにそうです。まさにそうです。ありますよね、はい、これ多分ね、食べてもらわないと伝われへんな、はい、甘みがすごい押し寄せてきますね。うちのなんか離婚した親父が借金すごい作ってたのにそれを許した
おかんぐらい甘いですね。そのぐらい甘いですね。そのぐらい甘いです。うまっ。ほんとビールも飲んでいいですかこれ。足りきりすぎて俺こぼしてもだわ。こぼしても足りきりで。うわーありがとうございます。うわーありがとうございます。なんかネタあるんですか。ネタあるんですか。ネタある、ね、ネタあるんだろう。非常に、まあ、何がすごいかっていうとですね、はい、ちょっとすごく美味しい、うん、美味しいです。もうそれも間違いないです。はい、でなんで美味しいんですかって言われた時に、うん、うちのハンバーグは実はハンバーグであってハンバーグじゃないんですけど、ハンバーグだってハンバーグじゃない、はい、なぜかというと目指したのはシャトーブリアンです。はい、あのうちはどちらかというとこうハンバーグなんですけど、はい、このシャトーブリアン和牛ステーキを表現したくて、はい、うちのシェフ、あの会長の杉村がですね、はい、開発させてもらったんですけど、はい、その黒毛和牛と国産牛、本当にシャトーブリアンと同じような比率で配合して、先ほど言ったように旨味と甘みをあの黄金比でバランスよく配合すればシャトーブリアンが表現できるんじゃないか、はいはい、でそれで再現させてもらったのがこれです。ハンバーグでありながらハンバーグっぽい感じでもないですね。そうなんです。で、うちはそのソースをかけるんじゃなくてつけて食べるっていうのはですね、やっぱり鉄板焼き屋さんとかでシャトーブリアンそう、確かに普通にやってたけど、そこのスタイルじゃないですよね。はい、なのであのハンバーグソースもバルサミコが少し効いてたりですね、わさび料理で食べたり、岩塩で食べたりもします。お店だと結構トッピングもありますので、それこそおろし込んで食べるときにもなります。シャトーブリアンを目指してるんじゃないですか。次行っていいですか。次じゃあ次やる、はい、逆に待ってます、はい、次、じゃらん、交換こっちにいるな、交換こっちにいるなマジで美味しい。いやいや、ほんまにそうですよこれでもね、ストーリーがまたこれあってですね、はい、あの僕やっぱり美味しいと思ってるんですけど、まあ、僕の主観じゃないですか、こんなものは。でも実際美味しいなと思うのは、でもお店をこう回っていくうちにですね、たまにお客さんが一人でお店に来るんですよ、はい、女性一人がですね、ここの隣に座ってハンバーグを注文されたんですよ、はい、でどんな顔するのかなと思って、はい、見てたんですね。一口目食べたんですよ、はい、女性一人がですよ、はい、一人ごとで何これマジうまいんだよそればっかりやん、うまいいや本当ですよ、女性一人で来てるのに一人ごと言うことってありますか。分かる、まあ、こんな感じ著作権の問題だな、著作権の問題だな、あの本当におっしゃる通りで全然いきますね、問題ないですよね、はい、嬉しい。だからその、はい、気にしてる系の人とか、はい、いわゆる女性でも普段からそういう食事気にしてる人も、はい、行けちゃいますよね。ありがとうございます。続きまして、大菓子ごいの3番目なんですね。世界一美味しい。おごってますかね。これもストーリーがあるんです。まあ、滑り芸みたいなものなんですね。夏なのにすげえ寒いんですよ。そういう人だと思っていただいて。先ほどうちの会長が言ったのはニューヨークにもあるんですけど、ニューヨークでうちのハンバーグプレゼンしたんですよ、はい、あの当然販売してるの で、まあ、ニューヨークってやっぱりそれこそ世界一だなと思ってるんですけど、はい、当然食べたお客さんが何て言うかなと思ったら、はい、言った言葉がですね、アメージングです。そのままいつまで続けるの、待っていつまで続けるの、大体ところでありがとうございます。これは MC さんの、ね、各店舗で同じクオリティで出せるんですか。はい、実はそこがうちの強みであってですね、はい、あのもともとハンバーグ美味しいものってやっぱ店内仕込みが多いじゃないですか、はい、こだわった材料を仕入れてこだわった職人が自分の秘伝のリスクで、はい、それって確かに美味しいんですけど、はい、逆に言うと安心安全が担保されてないそれこそ衛生的にもね、白衣も毎日着替えるわけじゃないでしょうし、はい、多分ヘアキャップもつけないだろうし、検便もしなければ、筋検査もしないし、この安全安心が担保されているわけじゃないんですよ、はい、だから大津さんってセントラキッチンを作ってしまうんですけど、はい、そうするとご存じの人は、ね、味が劣化するんですよ、はい、安心安全を取るか、美味しいものを取るかっていうところで、はい、戦略が変わってくるんですけど、うちのハンバーグはなんとですね、専用の工場を作ったんですよ。とろけるハンバーグだけを作る専用の工場を作って、今おっしゃったように職人がこう作ると美味しいじゃないですか、はい、工場と言いながらベルトコンベアとかで作るんじゃなくて職人が一個一個作るんですよ。冷凍にして各店舗に送るっていう、極めて生産性が低いんですけど、その代わり安心安全が担保されて美味しいものが提供できる。店舗によって味が変わるってことないんですね。ないんです。僕もあのその工場の動画見たんですけど、はい、もうちょっとあの工場なら効率的にやったらみたいな、まあ、あの工場でそのぐらいこだわってるんですね。それでも広めていけるんですけど、はい、工場の何個も作ればいいか。一応今部屋を大きくしてですね、ちょっと個数が増やすようになったので、はい、ちょっと40なんで、すごいハンバーグの工場のクオリティが高いんで、はい、デリバリーで100全国100円あるんですよ。でもさらに美味しいもの、出来たてのものってやるとやっぱり店舗なんで、そうですね、次は店舗と仕掛けました。
もう一度改めてその店舗名をもう一回ですか。店舗名。相模原名物トルケルハンバーグ布教室。でそれで普通にウーバーとかもあるんですね。ウーバーもあります。はい。まあ1500万ぐらいできるっていう。そうです。はい。誰でもできちゃいます。アルバイトでは無理。アルバイトでも作れちゃいますね。冷凍ですからね。冷凍ですから。もう解凍して焼くだけ。あと残り半分お客様が自分でってことですか。おっしゃる通り、はい、これ普通にうまいっすね、はい、このパターンでやってるのないんじゃないですか、まあ、そうですね。なんでそこら辺のちょっと飲食店とはまた違った回収の速さというか、そうです、うん、岐阜で半年、うんうん、ちょっと飲食で半年回収っていうのは、いやもちろんうまくいった事例だとは思うんですけど、まあでも早いなって思いますね、うん、すごいっす。うん、見た目がなんかふざけすぎてるんで、問題社長がちょっと問題社長のキャラだ、問題社長のキャラだ、ハンバーグ、いや今日もチャンスちょっと変わったんだ、いやいやいや、これいいじゃないですか、はい、熱意すごいっすよ。いやいい話ですよね。会長の作ったハンバーグに惚れ込んで広めたいって言って100件には導入されたんです、はい、今度は店舗で増やしてお金の匂いがしないです。今までで来てる人全員、はい、なんか熱い思いがあってっていうので、うん、後からそれついてくるお金みたいな、うん、そうそう、あとこのハンバーグもね、ちょっとアレルギーとか持ってるお子さんが食べれるようなハンバーグを作りたいっていうところが生まれたんでしょ。それもあります、はい、これ小麦、卵を使ってないんですよ。はい、だからハンバーグだったらハンバーグっぽくないんですね。なんかそういうお子さんにもハンバーグの美味しさを伝えたいという会長の思いができて、それで初めてハンバーグを食べてお子さんが感動してくれたりとかして、そんなハンバーグにまた感動した男が広めてるというですね、ちょっと滑り癖があってまだ広まりきってないんですよ。滑り癖ある、そらくらでは痛く滑り癖あるぞ。頑張ります。そうなんですよ。これじゃあそうなると、まあ、EC では販売しないんですね、冷凍で。ところが、えこの間 EC で楽天ランキング、はい、ハンバーグ部門と洋風惣菜部門で1位取りました、はい、えっ、ね、e コマースが取ります。これはでもどうなんですか、リアルなちょっと嫌なツッコミですけど、はい、FC さんは嫌がりませんか。ここで食べた人がお店も食べてみたい、まあ、違いますからね、プラスになります、ま、なるほど、はい、EC もやってるんだ。どうなんですよ、はい、普通はでもどうなんですか、フランチャイズって言ったら EC はやらないもんじゃないんですか。まあそうですね、でも、うん、まあ出来たてのものとまた違うので、まあ、まあいいでしょうって感じですよね。いや、素敵。会場質問ありがとうございます、本当に。どうも。一ついいですか。はい。すいません。この食べ終わった油で、お客様がガーリックライスをご自分で作れるっていうサービスをさせていただいてるんです。なるほど、なるほど。はい、最初、ソースでご飯食べていただいて、はい、こちらに美味しい油が出てます。はい。はい、こちらにおかわりしたご飯を入れてもらって、はい、こちらのお塩とか、あと、はい、お好みで使ったタレをかけてもらって、ガリックライス、ちょっと向こうで作ってきました。ああ、本当ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。一口だけ召し上がってください。はい、ぜひ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 。まあ、そういう、はい。本来ならここでできちゃうんですね、はい、それが。ご自分で食べられますっていう。これが、はい、本来なら店舗にあるんですね。はい。これもそのまま再現してるってことですね。作ってみます。うん。美味しい。美味しいです。美味しいです。みんな。ありがとうございます。油は嫌じゃないですね。あ、まあ、有名油なんで、血液がサラサラになりますんで、まあそんなエビデンスないけど。いや、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。どうも。いや、最高です。ありがとうございました。じゃあ、お問い合わせはこちらまで。こちらまで。ありがとうございました。はい、ということで、もうお腹もいっぱいになりまして。そうですね、もう大変なお仕事ですね、ビールのハンバーグなんでね、本当ね。いや、冷静に考えたらそれ大変ですよ。うん、そんな僕らもね、この後会食ありますから。ね、幸せな。今の良かったですね、本当に。本当そうなんですよ。ちょっと感動する話というか、うん、ちょっとフリップ芸が滑ってましたけど、くどかったな。美味しい美味しい、もうええねん、美味しい、また出てきて、もうええねんと、世界一美味しい。なんとですね。ということで、次の社長様、お願いします。失礼します。じゃあ、じゃあ、私もお二人でよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは簡単なご説明とご紹介をお願いします。はい、シャンシャイから習える、キッズダンススクールのリディアダンスアカデミーという、スクールをやっているミキと申します。で、弊社の役員で、もともと渡辺直美さんっていう芸人の方のワールドツアーの舞台監督で、はい、世界に飛んでおりまして、はい、今弊社の林社長にも褒めていただいた発表会のプロデュース、制作から全て、はい、担当しているものを一緒に連れてきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。渡辺直美さんと、はい、世界を回ってたと、いろいろと回らせていただきました。はい、3歳から通えるダンススクール、はい、これは どうなんですか、需要があるんですか、そんなに。ね、今授業の必須にもなっていて、えダンスっていう授業があるんですね。え、はい、本当ですか。そうなんですよ、今の時代。
そうです。え、学校で？はい。それ一部のいいところだけじゃなくてですか？ではなくてです。え、マジですか？実は十数年前から。え、知らなかったです。はい。これ何目的なんですかね、学校としては、教育としては。これからグローバルに子どもたちが活躍する中で表現力を磨くとかっていうところを狙ってるっていうのは思ってます。はい、PQ 的な表現力。はい。そこにでも授業になるんじゃないかということで。そうです。仕事になるんじゃないかということで。はい。それのフランチャイズを今どのぐらいの規模感でやられてるんですか。今の直営が大阪にありまして、はい、で金沢、愛知、はい、海老名、和歌山、岐阜です。岐阜かの5カ所でやってます、はい、全国展開してます。渡辺直美さんは何しに遠いポジションなんですか。役員で入ってて、僕は今フランチャイズの方を全て見させていただいてまして、今それぞれ の加盟様のお話を聞いたりとか、私から提案させていただいたりしてる感じです。なんかその習ったお子様たちがこういうようなイケてる発表会をするみたいなんですよ。はで これを一つの目標みたいな感じで頑張ってて、はい、ちょっと社長からイメージしにくい、こういうイケてる発表会をね、一番通りですよ。なんでこういう感じのこれできるようになるんですよね。そうです、はい、これが学校の質コンプであるという、はい、3歳の子たちでももう半年ぐらい習うとそのところで踊れたりするので、まあ、大阪だと梅田芸術劇場っていうところで発表会していて、はいはい、で3年前まではゼップで、それは学校じゃなくて御社で、あ、そうです、弊社でやってる発表会で梅田芸術劇場っていうところで今やっていて、何年ぐらいですか、やられてる会社自体。13年です。ってことは、有名人とか出たりします。一応子供向けなんで。あ、なるほど、なるほど。何歳までとかあるんですか。基本的に大人までいけるんですけ ど、 あ、なるほど、初心者向けっていうところでやってるので、はい、ある程度上手くなってプロになりたかったら LDH という EXILE のスタジオであったり APEX であったり、そういうプロの方にこう出ていってもらうっていう感じで、常に初心者が通いやすいっていう。じゃあその学校 の、 この授業になってるところは全国いろんなところに御社と同じようなスクールがあるってことですね、多分。そうです。はあ、そんな授業あるんですね。なんか前回 のバック転みたいな感じで。そうですね。でもバック転よりは授業あると思うんですよ。ずらくてじゃあでも絶対習わさないとダメですもんね。絶対っていうわけでもないと思うんですけど、学校でそれがもう授業になっちゃってるわけですけど、ダンス下手だといじめられそうだよね。確かに。そうなんですよ。まあ、一応選べるみたいなんですよ、うん、ダンスと空手と音楽とかいろいろ選択が持つの。選択なんで、けどね、将来大人になった時ね、クラブとか行っても困っちゃうね。今そんなことあります。俺います。こんな昭和な感じ。でもあれですよね、はい、僕も格闘技なんかやって筋トレとか普段やってるんですけど、はい、筋肉で一番質のいい筋肉を持ってるのはダンサーですもんね。そうですね。一番質がいいって言いますね、はい、体にはいいですよね。そうですね。これでもちなみにどのぐらいで加盟できるんですか。広さとか場所にもよりますよね。うちの直営で行くと、まあ、12坪の店舗があったりとか、はい、広いところで行くと27坪のスタジオが2つのところあったりとかなんで、はい、まあ、12坪以上を、まあ、損益的に考えると30坪以内ぐらいの店舗を推奨してます。初めにいくら用意すれば、加盟金も含めて、はい、運転資金も含めていくら用意すればいいですか。だいたい黒点するまでに900から1200ぐらいの、間準備していただくと十分かなと思います。いい例で言うと1ヶ月どのぐらい売り上げが。の直営で一番いいところで1ヶ月で200、300ぐらいの売り上げで80ぐらいの利益っていう。でロイヤリティがかかるといくらぐらいなんですか。60ぐらいの利益残る形になりますね。あ、でも2年以内で早いですね。そうですね。でなんとですね、こちらのフランチャイズの特徴が一つありまして、はい、まあ、いいところでもあり悪いところでもあるんですけど、はい、なんと、はい、お金を出してお任せバックなんです。え、はい、どうですか。1200万用意してくれたら、はい、任せてくれと、はい、もう社員 の、 採用から教育までやってくれる。えー、丸投げパターン。丸投げパターンです。商材みたいな感じですね。もうそうなんですよね。だから、ね、やりがいがないっちゃやりがいがないんですよね。まあまあ、新しいですね。あの、はい、お金目当てお金目当てで言うんだったら手っ取り早いですよね。そうですね。同じ1200万で迷ってとは言っても素人の知識で、まあ、フォローがあっても本部、はい、やるぐらいやったら渡辺直美に任せた方が話は早いですよね。そうですね。もう全てイベント周りから何から何まで弊社で。すごい新しいですね。完全な投資ですね、はい、本当に。2パターン選べるようにしているので、はい、がっつり関わりたい方は運営を丸投げではなくて自分でやるっていうパターンなんで、運営費として月20万いただいているので、自分でやる場合はしっかり20自分の手元に入ってくる。ただ任せたい場合は、20万払うっていう形ですね。あ、なるほど、なるほど。 それでも、でも 2、3年で、まあ、場合によっては2年ぐらいで回収できるんですね。そうですね、まあ、社員雇わなくていいんで。
それはでかいですね。生徒さんはそうです、募集なんで地域とかいろいろあると思うんですけど、はい、その先生とかそのすぐ確保できるんですか？インスタグラムで確保するんで。 そんな簡単にいけるんですか？はい。怪しい笑いがないな。インスタグラムで確保するんで、あ、そうなんですか。はい、集客 もうインスタグラムを使って子供たちの集客もしてるんで。名前が乗っかってますもんね、はい、経歴が。そうですね。他のダンススクールとの違いっていうのは何かあるんですか？それで言うと僕自身がダンサーじゃないんですね、僕ら二人が。でしょうね。はい。ダンサーじゃないんですか？僕はもう裏方ですね、ずっと演出とか。もう裏方一本ですね。将来プロのダンサーをこう目指すっていうところを目指してるんじゃなくて、子どもの笑顔と成長を作るっていう理念を元にやってるんで、まあ、ダンススクールをやりたいっていうよりかは子どもの成長を作る手段が、まあ、ダンススタジオっていうところが、まあ、他のダンススタジオどうしてもダンサーの方がやってるスタジオが多いんで、うん、そこが、まあ思いの部分で言うと違う部分で、うん、まあ、もう一つで言うと、まあ、13年間やってきていろんな失敗もたくさんやってきたんで、うん、その中で一つの仮名に対して一つの自社の店舗とレンタルスタジオを使って5個一緒に出店してもらうっていう、合計1加盟で6店舗経営していただくっていうプランになってます。なかなか謎のプラン。まあ簡単に言うと、はいはい、1軒スタジオ借りるじゃないですか。借ります、はい、なんだけどもう5軒レンタルスタジオで同時にダンススクールを1個加盟金を払うと6軒やるという謎のプランなので、なんでかっていうと、そうじゃないと6人ぐらい先生囲えていた方が1人辞めた時の被害が少ないでしょ。確かに1軒で1人でその人辞めたらピンチじゃん。確かに。だけどレンタルスタジオで5軒あれば1人辞めてもまあすぐ行ける。確かにこれをね、結論に行き着いたんだって。長くダンススクールをやってる、でも変わってるなと思うんですけど、結論13にやってノウハウでそれが一番いいってことですね。はい、ちょっと特徴的だと。特徴すごいですね。うん、もう一点、大体子供の習い事って3キロ圏内ぐらいが条件になってくるので、そうですね、はい、なんで一つの市を全部カバーしようと思うと広告をかけても遠いから行けないっていうことがたくさんあったので、3キロ離れた先にレンタルスタジオを探してやると合計6キロ圏内をカバーできるっていう。これ本社でもFC で今後いろいろ広めていきたいっていうのはあると思うんですが、はい、証券のエリアって何キロってだいたい10キロ、10キロと、まあ、一つの C ですねを証券に見てます。いや、この謎の1個やって5つ借りてる方式、いろいろいいことあるらしいです。まあでも絶対そういうことですよね。人材の目、人の目、あとさらにそのメインの1軒目のところが、はい、みんな上手くなっちゃってちょっと入りづらいとかもあるらしいんですよ。みんな上手すぎて。あー、なるほど。だからここのレンタルスタジオのところは結構初心者多いみたいだから、こっちから始め、上手くなってからこっち行くこともできるらしい。なるほど、クラス変えれるというか、だからいろいろこのやり方がいいってことに行き着いた。ちょっとダンサーに見えない社長。ちょっとじゃ見えない。なるほど。でも僕は子供がですね、一応いるんですけど、僕自身も教育とかにうるさくて、で普通にまたやれ学校行かして塾行かしてってことじゃなくて、それこそモンテッソーリ教育行かしたりとか、PQ とか EQ とかめちゃくちゃ重要だと思ってて、実際 IQ、まあ先生の IQ 高いと思うんですけど、 IQ もちょっと大事ですけど、大学のもいいと思うんですけど、 IQ 高い人間より EQ とか PQ が高い人間の方が障害年収が高いデータが出てるんですよ。なのでそのダンスとか表現力って聞いた時に PQ 鍛えるって大事だって僕思ってたから、はい、PQ は絶対鍛われると思うんですよ。自己表現力ですもんね、ダンスも。そうですね、絶対教育に大事ですもんね、はい、それを教育熱心のお母さんからしたらめっちゃ刺さるんじゃないですか。そうですね。でもなんか合わないエリアもありそうですよね。そこもノウハウとして蓄積されてるんですね。やっぱ高級住宅街は合うんですか？高級住宅街が合います。何やそれ。顔が悪い。顔の答え方だよ。俺に言われたくないだろうけど。ダメだって。だってマジで生かしたいですもん。マジで生かしたいもん。ダンスって発想がなかったので、はい、説明聞くまでやる、うん、どうしてもバレエとかになっちゃうんですよ、女の子。それはそれでいいんでしょうけど。はい、あるんですね、ビジネスは本当に。なんか最後、渡辺直美さんの方から何かありましたこと。本当に何かイベントとか舞台は一括で全て行ってますので、何かよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけでね、加盟検討者の方がいいなと思ったらこちらからどうも、はい、ありがとうございます。はい、お待たせいただければと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ということで、ダンスとか、まあ、いろいろ、ね、いろいろありますよね。いろいろありますね、本当に。いいのを持ってますね、やっぱり皆さん。
次もまあある意味習い事系かな。習い事系なんでお子さんの将来のことを考えちゃうかもしれないです。僕も子供の教育のこと本当に真剣に考えてるんで、そういう話聞きたいです。はい、楽しみにしてください。早速じゃあ社長様お願いします。しまーす。お願いします。します。どんな系か想像、今のところ想像つかないですよ。ちょっとお答えください。まあヒントは T シャツかな。あですね。あーもう分かりました。プログラミング。おお、さすがです。なるほどなるほど。うちの子供がめちゃくちゃハマってますもん。おめちゃくちゃやってるとなぜかプログラミングを覚えてしまうという。はあ、ちょっとじゃあ簡単にお名前で自己紹介お願いします。はい、人気のゲームマインクラフトを使ったプログラミング教室エドモンドプログラミングスクールをやっております。株式会社エドモンドの森と申します。エドモンド、よろしくお願いします。それもそのままのことですよね。意味ですよね。あ、そうです。子供も、まあ、うちも3歳なんですけど、はい、マインクラフトめちゃくちゃやってるんですよ。もう僕も全然わかんないですよ。なんかもうプール作ったりなんか別荘作ってやってるんですけど、はい、あれはいいんですか？そうですね、まあ、あれ自体もいいですし、うちはマインクラフトの中でプログラミングを学習できるようなカリキュラムとか、まあ、そういう教材作りのところもやってそれを提供してるんで。これ何歳だと言いますか？ちなみに今だと小学生ですね。あ、でも小学生なんですね。はい。あのこの森さん、はい、なかなかすごい人で、どういう経緯なんですか？このマインクラフトを自分でいろいろ作れるじゃないですか、はい、その中でストーリーも作れるらしいんですよ。とは自分で RPG を作ってしまって、この仕掛けを乗り越えるためにはこのプログラミングが必要だみたいなストーリーなんですよ。はあ、すごい。マインクラフトの世界で RPG 前に進めるために必ずプログラミングを覚えなきゃいけないというやつを構築したのか。はあ、エドモンドさん。そうなんだけど、見た目が冴えなすぎて、全く僕分からなくて、そう、何回も何回もあって、仮面説明会、ひょっとしてこれすごい FC なんじゃない？はじめはもう、ちょっとって思ったんだけど、もう全然、意外とすごい人で、虎で仮面してる人います。あ、そうなんですか。井口さんって人なんですけど。あ、これちなみに何年前からやってるんですか？フランチャイズ展開自体を始めたのは2年半ぐらい前です、ね。何店舗ぐらいになるんですか今？今がもう開校済みなのが34教室あります。契約済みだと、64ですかね今。やっば、やばいっすね。思います。バズりまくってるじゃないですか。そうなんですよ。やりたいってなった時に、はい、エドモンドさんみたいな知識の先生はいないとダメですよね、はい、これがですね、それが必要ないように作ってあるんですよ。はぁ、なんすかどういうことですか？まあ、動画教材っていうのもうちで作ってまして、はい、講師が前立ってこう、これはこうでこうでって説明するわけじゃなくて、それこそ僕が教えてる動画みたいなのがあるんですけど、はい、それを生徒に、じゃあ次まずこれ見てみようかとか、ヒントの動画見てみようかっていうところで、こう、コーチングしてあげるとこをメインにしてるんですね。なので、講師が超プログラミングに詳しくて教えれないとダメにはならないように、あの、それも全部作っちゃってるんですね。そうです。それちょっと初め気づけなくて。ちょっと大丈夫でしょうか。賢いですね。ありがとうございます。でもそれはなんでそれ見えつけたんですか？僕自身がマインクラフトをベータ版の頃だから12年前ぐらいですかねからやってまして、でプログラミング教育業界っていうところと出会って、マインクラフトで学べる仕組みっていうのを作れるっていうのを知って、まあ、僕自身もそういうマインクラフトも詳しくて、そういうストーリーとかを作ったりするのとか構築するのも得意でっていうところで、じゃあちょっともう自分で作って展開していこうっていうところで、実際にこの生徒側というか子供さんは、はいはい、最初にまあプログラミングで詳しくなるのも分かるんですけど、はい、どうしても無知な大人からしたらゲームやってるだけに見えちゃうんですよ、はい、これは子供にとってどういう未来があるというか可能性が出てくるんですか？エドモンドの生徒にどこまで成長してほしいかっていうのは、全くプログラミング知らないっていうところから、うん、プログラミングってやっぱいろんな道があるんですよね。ゲーム作るとか、AI に興味がありますとか、ホームページ作るとか、まあ、いろんな道がある、はい、その道を選べるところまで持っていってあげたいんですよ。なるほど。でもね、この初期の基礎練、まあ、何でもそうですけど基礎練ってつまんなかったりするじゃないですか。確かに同じことばっかりやらされて、はい、そこをいかに楽しく学ばせてあげるかっていうところで、マインクラフトを使っていろんなストーリーがあって、なんかモブキャラがいて話が進んでとか、プログラミングでクリアしてみたいなところで教材構築してやってるって感じですね。なのでまあそのうちの最終ゴールは自分の行きたい道に、進めるラインまで持っていってあげるっていうところです。でも一向車やるのにお高いんでしょ？エドモンドですね、初期の運転資金も込みで200から300ぐらいで、大
壁金別なんでしょ。いや、壁金もコンビ。おぉー、いや、壁金もコンビってすぐできるやん、そんな毎月作るわ、じゃあ。いや、違うな、毎月作るわ。FC さんはだからどのぐらいの会員収入が売り上げになるんですか。運営が土日だけなんですよ、基本的に。土日だけで、収益出せるような仕組みにしてて、はい、でそれで大体月利益として20、30っていうところを月で目指していこうっていうところ。それも1年半で廃止ですもんね。そうですね。うん、下手なその辺の不動産物件投資する全然いいですよね。しかもまあ土日はちょうどオフィスを使わないとか、そういう曲がり型でやるとか、新しく物件借りなくていいんです。ちょっと見えてきたぞ。そうなんですよ、ちょっと見えてきたぞ。なるほどなるほど。だからね、やっぱり10カメとかで集まっちゃったんですね。いやー、一番リーズナブルできますね。はい、今まで聞いた吉野が一番安くできますね。子供ってね、なかなかその勉強って難しいですけど、キングダム見ながら歴史を覚えるみたいなことですよね、大人で言うところの。それこそ今チャット GPT でほとんどの職が失われるって言われてる中で、そのエンジニア側が生き残るって言われてますもんね。そうですね、大事ですもんね、はい、こっちは。はい、しかもマイクラやってりゃ覚えるっていうね、子供も喜んで。この前も、まあ、お母さんに相談されて、はい、ほんとうちの子は勉強しなくてマイクラしかやらないんですっていうこと、はい、じゃあエロ本でいけばいいじゃん。あ、そのエロ本も買えるね。普通にマイクラだけやらせてちょっともったいない。もうちょっとそこまでね、選択のところまで進めるぐらいまで、はい、どうせやったらね、もういくらぐらいで買えるんですか。基本ベースだと9240円で、まあ、月2回なんですけど、そこは追加授業みたいな仕組みで、一番加減を1万切っておいて、そこから追加でも増やせるよみたいな形にします。都内どこにありますか。新宿西馬込も東京かな、チッパーバイヤー。あー、そういうことあるんですね。うん、けどまだまだ足りないよね。足りないですね。六本木とか赤坂に欲しいよね。いや、絶対欲しいよ。お金とか作ってください。いや、もうね、今、フランチャイズの加盟者目線の方からお父さんです。めっちゃ聞きやすい。確かに。確かに、うまいことやったら、使ってない時間、使ってない日にオフィスに入れたら、はい、めちゃくちゃ安くできますね。ですね。都心部でも。はい。2、300はすごいな。副業でできますね。これサラリーマンにめっちゃ人気じゃないですか。サラリーマンの方も、加盟してるよね。副業の方も、はい。すいません、江戸本さん、時間です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。話は早いですね、2、300人で対処もそのぐらいで。一人でいいんですか。一応、そこに誰かいた方がいいですよね、スタッフは。そうですね、講師は。多少早かった方がいいんでしょ。でも、実際に今講師やってる方で、そんなにパソコンも触ったことない40代、50代の主婦の方とか、あの、もともと介護事業されてた方とかも講師やってますね。それちなみに、はい、毎日開けてもいいんですか。希望があれば平日も夕方にね、学校終わった後の時間とかに開けてもらっても大丈夫です。それはある程度 FC 側で自由にできるんですね。そうですね。でももしかしたらうまく自分でつながりとか人脈とか場所によっては全然月20万、30万、40万、50万でも利益出せる可能性はあるんですよね。あります。やばいっす、マジで。マイクラが人気だから集客もあんま困ってないです。困らないっすね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お問い合わせこちら。お問い合わせこちら、はい。これはマジでいいです。ありがとうございます。ということで、今日もですね、早くも、ラストの社長様ということで、まあ、不思議なもので楽しい時間、あっという間ですね。そうですね、本当。なんか今日は教育系というか、なんか自分の家族にも話できるような内容だったんで、いいですね。そして最後は、工学系です。工学系。しっかり投資系です。しっかり投資系。あ、まあ、そういうのも欲しいですね。はい。なるほど、なるほど。じゃあ早速です。お手軽なところからどうぞ。安すぎたんです、さっきの。そうですね。俺はサラリーマンだ、速攻やりますもん、そんな。300万円、速攻やりますよ。そうですね。ということで、次の社長、お入りください。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。女性への輝く未来を作りたい、アマゾンです、森脇と申します。よろしくお願いします。怪しいの来たよ。あー、スイッチ入りましたね。じゃあよろしくお願いします。もう決めポーズ用意した。はい。痛いのがあるんですよね。よく言われるんですけど、ちょっと違います。ちょっと違う。面接までで終わりました。面接まで立ち回れた。はい、面接まで行きました。どういうプランですか、今回は。はい、女性専用の24時間ジムになってまして、あのよくあるエニタイムとか、はい、カーブスとか、はい、それをかけて2で割ったようなビジネスプランになってまして。女性専用、はい、やっぱりね、女性は男性がいるところだとちょっと気を使うとか、あと24時間無人だからちょっと心配とかね、ちょっと怖いですね、はい、そういうのがあるんで女性専用ジム受けてる。受けてるんですか。受けてる。これもうどのぐらいあるんですか。今で8月の10日に、オープン2店舗しまして、それで12店舗になります。フランチャイズチャンネルに出ていただいてからどのくらいですか。1
今でちょうど1年です1年で12店舗、はい、でもね、そのさっきのは200万ぐらいでできるの60件じゃないですか。確かにこちらは1件いくらぐらい2000万から2500万ほど。そう、まあ、それだけかかるっていうものでも江戸本10件分なんですね。だから江戸本だったらもう100件以上できてるわ。そうだからそうやそれで考えたらすごいですね。そうそう12オーナーが2500万ぶっ込んでるとおもちろん機材のこともありますし、うん、はい、場所のこともありますし、はい、結構お金かかりますもんね。まあなかなかやっぱりかかりますね。これ女性専用というのはその実際需要があるんですか。めちゃくちゃありますね。私ちらほら聞くんですけど、はい、地域とか結構いろいろ縛りプレイが出てくるようなイメージがあるんですけど、女性専用の24時間ジムっていうくくり自体は結構少なかったりするんですよ、うん、例えば大手だと女性専用のフロアがあるんで、うん、そもそも女性専用ジムを作る必要がなかったりとか、うん、そういう理由もあるんで、うん、女性専用の24時間ジムっていう今で言うとうちが店舗数で言うと全国でナンバーワンなんですよ。おー、これは歌えますね。12店舗でトレーナーさんは？トレーナーは女性です。もう女性のみで構成されてる部分なんでアマゾンですっていう名前です。ああ、そういうことか、はい、高尾選手、アマゾンです。あ、まあ、そうですね、詳しいですよね。カード関係やられてる、なるほどね。埋まるもんなんですか。なんか集客、なんか結構ギャンブルかなと思っちゃって、あんまりピンときてないところもあるんで、はい、港区どっか出しましたか。はい、パッと埋まるんですか。そうですね、証券調査しっかりもちろんするんで、その地域にどれだけのフィットネスの参加人口がいて、そこから競合がどれくらいいて、競合に人が何人いて、全部割り出してから場所を選定するんで。そうか、言い割りもありますもんね、はい、集客はどうやって。基本的には、もともと僕がそのウェブ関係の出身っていうのもありまして、はいはい、全部自社で運用だったりとか、ホームページやってください、ね、全部投資型としてやります。こちらもなんと、はい、おまかせパック型です。おまかせパックいいんですか。まだね、むしろ真似投げしてくれないと面倒くさいことが起きるというか、男性オーナーさんなんで、女性のやっぱりその生理周期とか体調の問題とか、そういうマネジメントの部分というのはどうしてもやりにくかったりするんで、はい、基本的にうちっていうのはその SV が全員女性なんで、はい、SV がその辺の女の子のマネジメントとか管理っていうのも行うっていう形になってます。あ、基本丸投げ方式なんですね。基本もう物件もすら丸投げです。なのでオープンするまで中に入ったことないオーナーさんも2、3人います。じゃあうまくいかなかったらめちゃめちゃクレーム入るね。プレッシャーすごいっすよね。プレッシャーすごいです。はい、どのぐらいで回収なんですかね。プラン的には黒字になってからっていうと大体2年半から3年になります。なので黒点になるまでがやっぱり半年とか10ヶ月くらいかかったりするようなケースですね。じゃあ3年ぐらいの時はいいですか。大体3年ですね。平均で3年ぐらいとお伝えしています。何坪ぐらいの今、一番ちっちゃいところで30坪です。狭くて30、結構広いな、ね、大きいと60坪です。おめっちゃ広いですねそれ。でも60坪で2500万でできちゃうの。スケルトンってなってくると、まあ、辛いよね。若干辛くなるんですけど、うん、なんとうちの亀オーナーさん、内装屋の亀オーナーさんがいまして、工事関係は全部その方に今お願いしてるんですよ。なるほど、なので、ある意味そういうふうなチーム内でお金を回すような形になってるんで、かなり抑えた状態で分離発注ができるという形になってます。ウェブも全部、集計も全部やってくれる。全部します。本当に知識がない人間でもやれる。はい、2、3000も払えばやれる。そのおっしゃる通りですね。実際ほんまにそういうお客様が多かったりします。ちなみにです、一番ミニマムのケースで言うといくらぐらいできるんですか。一番ミニマムで、1500万です、ね、最低限の機材ありますもんね、はい、ランニングマシンだとか いろいろありますもんね。いっぱいあります。最低そうですね、1500ちょっと切るかなっていうぐらいですね。はい、でも全然現実的にいけますよね。そうなんですね。どのぐらいかな。だってエニタイムフィットネス1件いくらかかりますか。まあ8000万で場合によって1億くらいすると思います。そうなんですよ、エニタイムは1億なんです。やば、うん、そう考えると機材とかもかなり抑えて上手にやってる方なんですね。確かに、うん、金額だけで考えたらえなんですけどこの規模感で言ったらそりゃそうですよね。うん、もうこの前のエドモンドが悪いわ。そうそうそう、はい、エドモンドが悪い。なんちゅうことしてくれるんや。順番間違えた。まあでもジムやってる先輩とかそれこそ僕もいろんなジムお付き合いで通ってますので、大体でこの機材がどうかこうか分かるんで、高くないって理解してるんですよ。投資で丸投げでいいっていうのはやっぱいいですね。丸投げで面倒くさい人からしたらそれでやりたいですよね。そういう方やっぱ多いですね。今のメインの事業あるんで柱も欲しいとか、ね、逆に銀行から本当数パーセントの金利で借りてきてお任せすればってことですよね、うん、変な話、うん、まあ、僕はそういう考えで、銀行からお金を借りて、うん、コインランドリーに3000万突っ込んで、うん、今大赤字なんです、うん、
そういうこともあるんだね。絶対はないですけど。でも確かに、まあ、エドモンドさんの金額面ぐらいだったら分かるんですけど、うん、それ以外は基本的にも1000万を投げたら銀行から借りた方がいいですもんね。うん、はい、お時間です。さっきの下りじゃないですか。エドモンドさんより短かったです。絶対はないし、しょうがないんですけど、はい、そうか、素人の僕らがやるよりは確率は絶対高いし、求人とか集客とか全部うちでするんで。しかもなんとなんとね、今回こうやって来ていただいてますから、このラファエルとね、林先生のこのチャンネルに来ていただいてますから、はい、女性の就活する時僕も手伝いますよ。ありがとうございます。それはめちゃくちゃありがたいですね。手伝いますよ。新しくあの MC を加盟されるところ、まあ、過去のところもそうですけど、動画のネタとかね、 SNS とかね、いくらでも広告無料でできますから。じゃあイメージキャラクター就任ということで。いやだでこのチャンネル出るのはそういうイメージありますからね。僕の SNS いくらでも使えるっていうね。とはいえ、調子悪いところはあるんでしょ。まあ、調子悪いところ、まあ、単月黒字までどの店舗もやっぱり短いんで行ってないんで、うん、そういう意味では、年末にどうなるかっていうところですね。ただまあ、和歌山店が、もう僕の中で黒字になった時点で、成功の角度がかなり高くて。和歌山って、かなり人口少ないところ。めちゃくちゃ少ないですし、空中階ですし、家賃も、まあ、かなり高いですし。いくらで買えるんですか、女性は。女性は基本は7700円のプランなんですけど、安いな。僕らはその普通に機材置くだけだと絶対に離脱が起きるんで、サービス面にすごい力を入れてるんです、はい、なのでパーソナルのトレーニングっていうのが初回に4から無料についたりとか、 あとはそういうので続ける方は客単価が上がったりとかするんで、実際1人当たりの客単価が1万から1万1000円ぐらいなんですよね。でそう考えると普通の民営事務と違って都合数も少ないですし、しっかりと単価が上がっていくっていう仕組みになってます。それは事務は24時間です。ただスタッフアワーは日中だけですね。そうですね、はい、そうですね。完全にその女性しか入れないですね。もう混じりっけなしの女性専門です。ですよね、24時間365日ですよね。はい、お願いしたポリス宣伝しましょう。ありがとうございます。これは面白そうです。気になる方はこちらまで。はい、どこからまで。毎回角度違うんですよ。ここありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも先生、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごかったですね、しょっぱなから、はい、ビール、ハンバーグ、ダンス、プログラミング、ジムでした。ジムですね。本当にお世辞抜きに全部いいんですよ。全部いいし、どれに投資してもいいって本当に純粋に僕は思います。思える中でも一番気になったのを強いて言うならってことで決めないとダメなんで、はい、すいません、ね、感動したのがあったんですよね。ビール、おお、これが僕、ビール嫌いの僕が飲めちゃうっていうのでちょっと感動しました。あれは毎日飲みたいっていうか、もうなんかパッケージにしてなんか缶とかについてあの味出さないんだろうな、いろいろ考えてやりたい。なるほどね。はい、ということで僕の方の今日の一番ビールということで、パーフェクトビア、パーフェクトビア、藤沼さん優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、優勝したということでね、あの私の SNS の広告1回無料ということで、ね、おこれついていきますんで、すごい、毎回優勝した方は毎回 SNS の広告無料についていきますので。そして案件をくれるなら1回あの僕がラファエルさんを連れてあの四ツ谷の店舗に行きます。案件くださいね。いやー、どれも良かったですね。ハンバーグも良かったしな、うん、しかったね、教育のことも良かった。リディアダンスアカデミーの社長の不敵な笑みも良かったですね。でも今の学校事情がそういうっていうの知らなかったです、ね、多分僕ら以上に感動してるでしょうね、ママさんたちは。まあそうですね、そうですね。100人の方も延々渡辺直美って呼ばれてましたけど、いまいちポジションが謎なんです。ダンスも教えてへんし、演出やのに決まってるっていう、いまいち謎やねあれ。これも月に1回これやっていきますから、嬉しい、林先生のところで関わってる MC の方々はね、はい、先生の方を窓口で言っていただければ、あの本当に優勝したところは今後あの僕の SNS1 回無料で言ってますんで、そして出演したい方はぜひラファエルさんに案件をお願いします。ありがとうございました。また次回、さようなら。